えでは、定刻になりましたので、ただのより株式会社リテック2024年7月期、第2四半期の決算説明会を始めさせていただきます。私、代表取締役社長の宮地と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。では、説明させていただきます。まず、あのー、 まあちょっと初めましての方かと思いますのであの、私の自己紹介をさせていただければと思います。あの私、昨年の10月にですね、えー、代表取締役に就任いたしましたあの宮地と申します、えー。よろしくお願いいたしますあの。経歴等は後ほどご説明させていただきますので、皆さんよろしくお願いします。本日はあの3つの、えー、パートに分けてあのご説明申し上げます。えー、まずは会社概要で、えー、決算、第2四半期の決算概況について。 であの今後の事業戦略についても、少し触れさせていただければと思います。では、早速ですが、会社概要でございます。あの当社は2000年の9月にですね、あの創業いたしまして、もう早くももう二十期となります。あの創業はですね、あの後ほどもご説明しますが、あの銀行のですね、あの不良債権。 えー、党の二、ねえーまあ、売客こちらのお手伝いをです、ねえー、して、まあ、コンサルティングをしながら、えー、その二売,売物件に仕立てていく、まあ、こういったあの仲介からあの始まっております、あのー、一方で,です、ね、途中であのリーマンショックとありましてあの金融円滑化法が施行された後です、ねまあ、なかなかこういったビジネスが難しくなってきまして えー、その後、まあ、我々ビジネスをピボットしまして、ですね、えー、開発業にあの舵を切りました。あの現在、主力になっておりますあの、リーガランドというブランドで、えー、都内を中心にですね、えー、賃貸マンションを手掛けておりますが、これが2015年からあの開始しておりまして、今、主力の、えー、ビジネスに育って おります一方であの我々大阪が本社でございまして先ほど申し上げた創業もですね大阪を中心に展開してまいりまして今でも大阪と東京両方でビジネスを行っておる不動産デベロッパーでございます。 私はですね、昨年10月に入社をいたしましたが、これまで金融機関を中心にですね、マネジメント業を、マネジメントの役職に就いておりました。直近は SBI グループに所属しておりまして、SBI 証券を中心にですね、いくつかのマネジメント職を歴任しております。マネジメントチームとしてはですね、私を含めて今、6名。 もともと4名だったんですが、あのこの1年で私含めて2名増強いたしまして、ですね6名体制で行っております。営業の方はですねあの副社長の藤原と取締役の岡を中心に回しておりまして、であのまあブレン・タルですね経営企画は松木で、オペレーション全般についてはですね坂東とで。創業者である 会長の平野につきましてはですね引き続き大阪東京のですね彼の豊富な人脈ネットワークを利用させてもらいましてですねビジネスを展開しておるとこのようなマネジメントチームで展開しておりますであのリテックの特徴なんでございますが、まあ、あのたくさんあるんですけれども、まあ、不動産ディベロッパーを中心にですね我々の強みをちょっとご説明をさせていただきますとまずはですね 良、まあ、くも悪くも我々はあの、まあ、小さい会社でございますので大手不動産会社と、まあ、いかに差別化できるかということを、まあ、日々いい考えております、まあ。こういったアイディアから生まれたのが、まあ、あの今東京で、えー、ち東京中心にですね展開しております、えー、リーガランドシリーズでございましてこちらはですねあの比較的強章地であのこういったあの土地にですね まあ割とデザインにこだわったですね。デザイナーズマンションをまあ展開しております。まあおかげさまで2015年から始めてもうすでに100棟を超えておりましてですね。あのこちらの商品まああのいわゆる皆さんが想像されるようないわゆるこう柱を立ててですね、いわゆる門型ラーメンと言われるような構造ではなくて、あのいわゆる壁式構造と壁式 RC と呼んでおりますが、あのまあ体力壁で。 こう建物を作り上げていくとお、まあ、昔からある技術ではあるんですがこれを使ってマンションというのがそんなにいい同業ではなくてですねあの結果的にこう柱がないがゆえにです、ね、入居者にとっては非常にこうすっきりとした部屋になるということが受けておりましてあの、まあ、ご好評いただいているというような状況でございますで2番目がです、ね、あの冒頭申し上げた通りあの当社は、えーまあ、不良再建をこう解きほぐす。 売却のビジネスから始めておりますので、いわゆる権利調整であるとかですね、ああ簡単に言えばややこしい案件をたくさん手がけてきましたと、これはあのややもするとですね、汗をかいてですね効率が悪いと思われるかもしれませんが、創業以来、ですねまあここはあのもうブルーオーシャンだという認識で、ですねあの比較的こう汗をかいていくようなビジネスも当社は得意としておるような状況でございます。 であの我々がまああの売上的にはだいたい200億内外の,あの会社ではございますけれどもこの規模のデベロッパーで,です、ね、大阪と東京、まあ、日本でいう2大市場2大都市で,です、ね、あのまあビジネスを展開している会社って意外とおりませんであの東京では え先ほど来申し上げているリーガーランドを中心にビジネスを展開しておりましてまあ一方で大阪ではですねまあ民泊であるとかさまざまなタイプのソリューションを提供していると,ということで大阪東京それぞれでですねあの強みを生かしてビジネスを展開しておりますえ4番目はですねあの一方でデベロッパーもやっておんですがあの不動産管理事業もあの行っておりますまあ作るのみ作りっぱなしにならぬようですねえ作った後の 物件のの維持管理キャッシュフローの強化こういったこともです、ね、管理業の一環としてやっておりまして、まあ、開発から管理を得て通じた当社の物件のデータをまたさらにフィードバックを受けてです、ね、次なる開発につなげていくと、このようなサイクルでデベロッパー業を強化しております。 であの先ほど来、まあ、リーガランド、リーガランド、何度も申し上げておりますが、このリーガランド、まあ、あの先ほどもちょっとご,あのご説明いたしましたが、この特徴としては、ですね、えーまあ、使いやすくゆとりのある空間とありますが、まあ、先ほど来申し上げている、壁式構造です。で立地は、ですねあの、まあ、本当、いわゆる都心ではなくてですね、 城、えー、城南城西エリアを中心にです、ね、駅この辺がですね、一番我々,我々が提供するデザイナー性とです、ね、家賃のバランスが、まあ、一番あ適しているという判断をしておりまして、えー、城南城西エリアを中心に展開をしております。 まあデザイン性は、ですねここに写真にあるとおりですねあの、いわゆるコンクリート打ちっぱなしで、ですねもうパッと見、まあ、王となるようなあのスタイリッシュなデザインで、まあ、よくインスタグラムとかでもですねあのおしゃれデザインとしてあの、タグ付けがされているような物件でございます。であのまあ、こういったことを、を、まあ、デザイン性は非常に優れているがゆえに、ですねあの家賃もですね比較的強豪に比べると強い家賃が取れている一方でですね、 この柱のない壁式構造というのはですね建築コストとしてはだいぶ抑えられるという側面もありまして結果的にですね投資額とこの生み出すキャッシュフローのバランスが大変いいということでこれまでさまざまな投資家にご好評いただいてご購入をいただいているというような状況でございます。 でえっと、当社の事業セグメントについてご説明いたしますがあの、まあ、3つありますけれども、まあ、ほとんどが、ね、のの不動産ソリューション事業にあの集約されています、まあ、いわゆるデベロップメント事業ということであのレジデンスいわゆる住居の物件を中心に開発を展開しておりますあの、まあ、それだけではなくてです、ねまあ、ホテルであるとか えー、民泊であるとか、この写真にある六箱横丁と名付けたですねあの飲食店舗、こういったものもあの大阪で手がけております。まあ、あのと,はとはいえです、ね、あのレジデンス物件、レジデンス物件の開発が、まあ、手前どもとしては得意分野ではありますけれども、あのその土地に応じたでさ、ねえー、まざ、あ、まなソリューションを提供していく中で、ね、えーまあ、こういった飲食店舗なんかもですね、 まあ、その土地の価値を最大化するようなソリューションを当社としてはあ、まあ、常に考えてビジネスを行っているというような状況でございます。不動産賃貸事業につきましてはですね、あのー、これは、まあ 所有をすることを目的としてはおりませんが、あの結果的に高い利回りを生んでいるような物件をまあ仮に購入したりとかですね、開発した民泊物件等もですね持っていたりとか、あのただ、適宜売却のチャンスは伺っておりますけれども、あのまあこれ一つの事業セグメントとして今、確立をしております。 まあその他事業としましてはですね、不動産仲介事業であるとか、不動産 DX 事業も手掛けております。まあ、こちらはあの数字的にはまだあまりインパクトはないんですが、この事業展開についてもですね、後ほどご説明申し上げます。では、第二四半期の決算外況についてえご説明いたします。まず、決算のサマリーであります。まあ、ほぼほぼこの7点にあの集約されるかなと思っております。まあ、あの売上利益ともにですね、 えまあ、レジデンス開発がです、ね、大変好調でございまして、売上は九十四億六千万。前年同期比対比でプラス五点八パーセント。経常利益につきましては、約九点五億ということで、前年同期でもうプラス九十六点。七パーセント。ほぼ倍増となりました。高、ま、収、あ、益開発案件がいくつか重なったということもありまして、加えて。 前期ありました金融コスト等が減少になりまして、経常利益率は10%ということで、お恥ずかしながらですね、上場来初の経常利益率2桁をマークしております。まあ、加えまして、あのまあ、財務の健全化ということでございますが、自己資本比率が26%、前期末対比でございますが、プラス6.5ポイント改善いたしまして、 まあ、大変財務局の健全化が進んでいるというような状況でございます。まあ、一方でですね。ややもするとまあ、有利子負債圧縮してっていうことはこうなんか、こう縮小傾向にあるんじゃないかというようなご懸念もあろうかと思いますが、あの仕入れの方も順調に進捗をしておりまして、えー、まあ販売用不動産はですね。あの前年同期対比で17億増加しております。まあ、この販売用不動産とて、あの将来の？ 売り上げのもとになるものでございますが、まあ要は仕入れもですね順調に進捗しておりまして、プラス13%で来ております。これもですね、むやみやたらに仕入れているのではなくて、ですねきちっと我々の社内のですねルールにのっとった一定の収益性を有したですね案件のみをですね取り上げて仕入れをして、この結果でございます。あの、まあのま ご想像通りですね、あの大変競争も激しくなっておりますので、この仕入れが、えー、非常にキーになっておりますが、われわれとしては、えー、ハードルを下げることなくです、ね、これまで通りの収益性にかなう案件のみをお、まあ、購入してです、ね、仕入れ。その結果が 前年同期比13増であるということでございます、まあ、これはですね、あのここには書いてございませんが、まあ、調達環境がわれわれにとって非常にいい改善したということも、えー、当然プラスとしてはございます。えー、一方でですね、あの大変、えー、この第二四半期、業績は好調ではございますが、まあ、あの昨今のです、ね、日銀のゼロ金利解除等々も含めましてです、ね、あの市場の不透明感、えー、まあ考慮いたしまして、 現時点においては、続きの業績予想の修正は行いません。一方で、不動産管理事業、ウェルスマネジメント事業等々で,です、ね、ストックビジネスであったり、手数料ビジネスを展開いたしまして、ややもするとデベロップメント事業一辺倒とご指摘を投資家の皆様から頂い,いておりましたが、この収益の多様化を図っているというような状況でございます。 あの昨年発表いたしましたけれども、冬季末の配当予想額は修正いたしまして、まあ、未定としておりましたが、あの1株当たり配当額を41円と公表させていただいております。これらがこの第二四半期のですね、半期のサマリーかと思います。このあと、ちょっと詳細についてご説明をいたしますが、まず、損益計算書 PL でございますが、 えーまあ、レジデンス開発がまあ好調に推移してまあ大幅増益ということはございますが一方で,です、ね、あの私が入社以来です、ねあのまあ、コスト構造の改革ということも含めましてあの経費削減等も行っております。まあ、いかんせん入社してです、ね、まだ4ヶ月強でございますのでその効果は、まあ、時間という観点でいきますとまだまだ限定的ではありますがあの大幅な接待交際費の削減であるとか も実現しております、まあ、こういったことがですね、えー、合わせて、えー、寄与いたしまして、まあ、営業利益率もですね、12.3%。で、えー、営業外資質もですね、えー、抑制をいたしまして、結果的に経常利益率も10%ということで着地しております。翻って、えー、セグメントの状況でございますが、まあ、ご覧になっていただくとおりですね、まあ、ほぼほぼが、えー 不動産ソリューション事業の売り上げで構成されているわけなんですけれども、あのここで申し上げたい点は、あのまあ、とにもかくにもです、ね、この不動産ソリューション事業と不動産賃貸事業のです、ね、利益率が大幅にいい改善をしているというようなことでございます。あの不動産ソリューション事業の利益率につきましては、 あのまあ、先ほど来申し上げてますが、あの公衆益のです、ね、案件が続いたということが主因でございます。まあ、これはあの我々のです、ねえー、目利き力というか、まああの、仕入れ力が走行いたしまして、非常に割安な物件を仕入れることができた、その結果でございます。 一方で、えー、不動産賃貸事業においては、ですねこれ民泊マンション、ホテルの収益性と書いてございますが、あの手前でも大阪でですね、えー、民泊のマンションを保有しておりまして、えー、さらにあの京都にホテルを2棟、えー、所有しております、まああの1。1年前と比べまして、ですね、まあ、皆さんご想像の通りですね、まあ、コロナ禍開ける前と、開、えー、けたあとということでございますので、 このホテルの収益性、民泊も含めてですが、あの大変大きく改善をしておりまして、結果的にセグメント利益は、まあ、ほぼほぼ倍増に近い形になっております。6500万から1.12億ということでございます。あのこれ、物件の入れ替わりもございますので、なかなかあのいわゆるアップルとアップルで比較するのが難しいんですが、あの大きなホテルの売却が1棟あったにもかかわらずですね、 こういったことで収益が改善しているということでございますので、われわれとしてはあの、まあ、いわばコロナ禍お脱出したです、ね、恩恵を受けているということでございます。経常利益の増減要因でございますが、あのまあ、ここであるとおりですね、前年同期比のです、ね、同期の4億8200万人からですね、 今第2四半期の 9, 9億4900万、かかるブリッジでございますが、収、ま、入、あ、はもう2つでございます、不動産ソリューション事業の利益が増えたということに加えまして、金融関連費用等のです、ね、コスト削減がなされたということで、これらが収因となりまして、大幅な経常利益増となってございます。 貸借対象表いわゆるバランスシートでございますが、あの2点ですね、えー、まずはあの販売用不動産の売却がですねあの順調に進捗しておりまして、有利子負債につきましては、ですねあの順調に削減をしております。ただ、まあ、有利子負債はですねあの削減が目標とはなっておりません。あ,のあくまでも健全化指標であるですね、 えまあこれだけじゃございませんが、自己資本比率をまあ我々としては意識しておりまして、利益の積み上げ等もございまして、自己資本比率につきましては、6.5ポイントを改善しまして、足元26%までえー改善をしてきております。 あのお付き合いいただいている投資家あ、まああまないしはアナリストの皆様はですねあの前々期の大幅な赤字形状を覚えていらっしゃるかどうかあのこれらを踏まえてですねあの大きくバランスシートが傷んだ時期がございましたあのその後ですね、えー、まあ、これがあのまあ、当社のようなですねあの中堅のですね、えー、不動産開発業にとりましてまあ、やっぱり銀行からの調達力というのが あの大変ビジネスとしてはキーになります。まあ、それをおまあ、対取引金融機関でですね。えまあ、いろんな指標がございますが、やはりこの自己資本比率は大変重要なあの指標でございまして。 あのまあ、言うなればです、ね、財務の健全化、まあ、自己資本比率を中心とする、まあ、財務体質が健全化すればするほどです、ねえー、調達が調達威力が増してです、ねえー、結果的に将来の売上につながっていくと、まあ、この性のスパイラルをあのいかに推進していくかということがあの当社としての課題ではございますが、この大事な指標である自己資本比率が、まあ 大幅に改善しているということで、まあ、あの着実に取引金融機関との取引もですね、き、え、も、ーまあ、かなり良くなってきているというような状況でございますあの。レジデンス開発状況が好調だということを申し上げておりますが、あのここにあるとおりです、ね、あの不動産の売上高の内訳をですね、あのご覧になっていただきますと、 あの実は前,前年同月のですね、えー、2023年7期の,、まあ、あの第二四半期はですねあの実はレジデンス以外の大型案件によって、えーまあ、積み上げられた売上である一方でですねあのこの第二四半期の売上はですねこの55億がですね レジデンスの開発でございまして、まあ、右にある5あ物件を中心とする売却物件があったわけなんですが、まあ、本当にレジデンス、得意とするです、ね、レジデンスを軸に売り上げを作っていったということでございいいます、まあ、あの長所を伸ばしていったとととうことかと思います。 あのリーガーランドの開発実績、ご参考までですけれども、あのまあ、関西エリアにあの一部リーガーランドプラスというものもございますが、主にはやはりこの左のです、ね、東京エリアでございます。もうご覧になっていただくとすぐ分かる通りですね、あの東,東京都の,です、ね、あの東側ではほぼほぼあの開発を行っておりません。我々のこのデザイ,デデザイナー性の高いマンションとです、ね、家賃とのバランスが まあ、あの、よ、良好な、あ、のが、この、まあ、大体城南城西地区と言われている地区でございまして。特に、目黒区、品川区、あと松田がやくですかね。この三区が、まあ、非常に多いと、お、いうことでございます。一方でですね、あの、不動産管理事業も、あの、推進をしております。これはもう、まさに、ストック型ビジネスでございまして。まあ、あの、不動産デベロ。 ンプメント事業、不動産ソリューション事業、の大半がですね開発事業という、まあ、フ不労事業、まあ、フ不労収益でございますので、えー、当社としては、まあ、収益のですね、えー、多様化を進めるべく、ですね何とかしてストック型ビジネスを構築していきたいとこういうことでございます。あのー、中心はですね、えー、当社が開発したリーガランドを売却後、ですね、えー、その物件管理を引き続き受け負いまして、 えーまあ、その手数料収入を獲得していくと、まあ、これがもうビジネスモデルでございます。まあ、あの管理頭数、管理個数につきましては、ですね左下にあるとおりです、ね、実は、えー、残念ながら大口の解約が1件ありました影響で、えー、一旦あの落ち込んではございますが、あのまあ、引き続き、ですねリーガーランド、まあ、年間10棟内外ですね、開発、売却をしていきますので、まあ、それらがですね、 えー、管理個数として入ってくるということで、まあ、中長期的に見れば、ですね、えー、このビジネス、我々が開発すればするほど、まあ、成長していきますので、えー、手数料収益のポーションがどんどん増えてくるということかと思います。一方で、あのー、当社、一つユニークな点といたしましては、ですね物件管理のみならず、ですねあの現状回復工事も当社の方でアレンジしております。まあ、ある種家主さんからすすればですね 現状回復工事、修繕工事からですねこのリーシングまで一貫してリテックが行うということで、言ってみればワンストップショッピングになっているということで、売却後のですね家主,さんの家主さんに対する付加価値提供ということで、このようなビジネスモデルを構築しております。 財務状況改善の状況でございますが、あの金利についてはです、ね、着実に調達コストを下がってきております、まああの。過去からの引き継いでる借り入れのです、ね、ものが残っておりますので、まあ、いわゆる平均コストがすぐに下がるかというと、なかなかそこは難しいんですが、あのえー、と昨年のです、ねえー、期末時点の総借り入れのです、ね、平均借り入れ利率は、この左下にあるとおり2.57%。 でございます、まあ、一方で、この第二四半期中ですね、新規に借り入れを起こしたものにつきましてはですね、30億円ございます。まあ、これはあの既存の借り入れのですねあの追加貸し増し分、まあ、工事費用等々のですね追加貸し増し分を除く、まあ、当期のこの新規の物件の借り入れ額でございます。これが30億ございまして、これの平均借り入れ利率は2.17%と。まあ、今の アベレージのですね、えー、ポートフォリオの2.57から,ら比べますと0.4%改善しているということで足元着実に借り入れコスト調達コストのお残減は図られているということでございますであの配当による株主還元でございますがあの先ほど申し上げましたけど1株当たり41円とおもうすでに公表済みでございます、まあ、今後もですね、えー、まあ 当社はですね、ディベロッパーでございますので、あのやはり資金としてはですね、まあ、配当に振り向けるのか、まあ、将来の売り上げにつながるような物件の購入に充てるのか、まあ、ここのバランスが極めて、えー、難しいところではございますが、あの中継にもお伝えしているとおりですね、えー、投資家の皆様への還元というのはまあ重要視しておりまして、配当成功20%から30%をですね、 えまあ大きな指針としてですね、継続的に安定的に利益還元を行うような経営を行ってまいりたいというふうに考えております。さて、あの今後の事業戦略について若干触れさせていただきます。あのまずですね、えー、引き続き我々としては成長ルートに乗っているということでございます。あの不動産開発物件につきつきましてはですね、えー、引き続き仕入れを強化する等々でですね。 えー、強化していきたいということでございますあの現にですね、えー、前年同月前年同期比対比でですね、えー、販売用不動産につきましては、えー、135億から152億ということで、えー、約13%伸長しております、まあ、これがあの将来の売上となってきますので、えー、引き続き成長の,、まああの流れに乗っているというところでございます まあ足元もです、ね、あのリーガーランド用地もあの順調に仕入れておりまして、えー、この第2四半期、e、六6件の仕入れに成功しております。であのまあ、リーガーランド、リーガーランドとずっと言っておりますけれども、あのまあ、先ほど来の,です、ね、このリーガーランドのデザインにこだわらずです、ね、えー、リーガーランドプラスと称しまして、まあ、リーガーランドの派生形をです、ね、今、拡大中でございます。 まああのー、比較的小型の賃貸マンションではなくて、ですねそれこそ中高層の物件を、まあ、主にリーガーランドプラスと呼んでおりますが、これも単に中高層のものを建てるのではなくて、ですね、えー、ちょっといろんなその土地、いないしやこうーテーマに合わせてですね、えー、開発を行っていくということを今、あ実施しております。まあ、下にもあります通りですね例えばその音大生、芸大生向けのマンション。 を今企画していたりとかあの最近ではあのペットと暮らせるマンションというのは非常に多いんですけれどもあの一方で猫というのは結構少ないというような、まあ、あの市場調査を踏まえましてですね、えー、猫と暮らすマンションの計画等もございます、まあ、こういったことでですねあの、まあ、大手、えー、不動産会社ではできないですね比較的、まあ、表現としては、まあ、とんがたというか あのそういったこう、まあ、ニッチという言葉はあまりあの当社は好きではないんですけれども、あ,のありそうでなかった、今までないような、えー、マンションを開発していきたいということで取り組んでおります。で、あの新規ビジネスとして、あのウェルスマネジメント事業をあの推進しております。あのまあ、某大手不動産会社のです、ねえー、富裕層営業担当者をです、ね、採用いたしましまて えー、ウェルスマネジメント部を新設いたしました。まあ、主にはですね、あのーまあ、日本の不動産に興味のあるです、ねまあ、海外の富裕層、投資家向けにです、ねまあ、日本の不動産への、まあ、ある種インバウンド投資をです、ね、こうお手伝いしていくというようなビジネスモデルでございます。まあ、あの私も金融機関出身でございますので、まあ、いろんな 金融関連会社、ないしは不動産業者も含めてです、ね、このウイルスマネジメントビジネスというのもいろんなところでやっているわけなんですけれども、まれ、あ、わなりの差別化ポイントというのは考えておりまして、まずはですね、あの当社はやはり大阪を出自としておりますので、この大阪のです、ね、不動産の市場状況であるとか、ネットワークであるとか。 まあ、あのさすがに24年もですね大阪で、えー、不動産業をやっておりますと、まああのー、相当なあの情報ソースがあーございましてで我々の見立てとしてはですねやはりいい、まあ、東京はですね、まあ、非常にこうマンション価格も含めて、えー、高騰しておるわけなんですけれども我々としてはその、まあえー、万博であるとか IR であるとか、えー、こういったことで今大阪 あーが非常に注目されているとあの認識をされております、認識しております。まあ、ということを踏まえまして、あのこの大阪の情報をです、ねえー、差別化として海外の投資家にアプローチしていきたいと、まあ、現に、まあ、某ですね、えーまあ、関西のです、ね、大阪のです、ね、新築マンションの販売等もです、ね、お手伝いをしたりとか、もうすでに始まっておりますが、この大阪をエッジに我々は展開をしていきたいと。で場合によっては 当社はディベロッパーでございますので、我々が開発した物件もです、ね、投資家に対するオファーできる物件としては有しているということで、ディベロッパーと、あと大阪と、この2つのキーワードを軸にです、ね、差別化にこういったウェルスマネジメントビジネスを展開していきたいと。あの経営目線でいきますと、これはは本当に手数料ビジネスになりますので、会社としての収益,収益力の多様化と。 収益の多様化ということに資する、まあ、大変重要なビジネスであるというふうに考えております。DX 事業でございますがあの、もう5、6年になりますかね、この家主事業を中心に、ですねあの不動産 DX サービスがまあ稼働中でございます。まあ、家主、これあの、まあ、いわゆる家主さんにですね不動産投資にかかる情報を提供したりとか、まあ、これはあのオウンドメディアでございます。 一方であの、不動産クラウドファンディングにですね、契約をしていくのは、n c ファンディングであるとか、まあ、いろんなサイトをですね、展開しておりますが、まあ、あのこれら、それぞれはですねあの、順調に育ってきてはおりますが、まあ、あの当社として、えー、掲げる DX ということに関して言えばですね、ま,あ、まだまだあの序の口ということでございまして、まあ、こういった事業を通じてですね、あの蓄積したノウハウを、まあ、ベースにですね、今後はですね、 あのやはりオープンイノベーションを積極的に取り入れていきたいとあのいうふうに考えております。これはですね、我々はもう現業として、えーまあ、マンションを作ったり、いろんな物件をこう開発したりするわけなんですけれども、一方で、えー、不動産テック企業、まあ、スタートアップ中心にですね、えーまあ、ビジネスを欲していると、我々としてはですね、えー、結果的に、えー、我々が開発する物件の入居者であるとか、 ないしやそのご購入いただく投資家の方々に喜んでいただけるようなですね、まあ、この物件のえ付加価値をまあえ創出するようなですね、テクノロジーを持っている不動産テック、うん、スタートアップとのですね連携を強化してまいりたいというふうに考えております。まあ、あの資金等に余裕があればですね、マンデーとかってこともぜひ考えたいと思いますが、まずはですね、えー、こういった えー、不動産テックの持つ、うん、テクノロジーをですね積極的に、えー、取り込んで、われわれの物件にも実装していって、えーまあ、付加価値を創出していきたいというふうに考えております。まあ、サステナビリティ方針ということで、あの当社はです、ねあのまあ、創業者の平野がですね、あの、まあのま これまで培ってきたですねこのサステナビリティという観点であの事業展開をですねあの、まあ、強く意識しながら進めてまいりましたけれどもあのこれまでもですね大阪を中心にですねあのいろんなことをやってまいりました、まあ、あの全部紹介するとあの時間がなくなってしまいますのであのいくつかあのご案内させていただければと思いますがあの大阪のですね西成区にあります山納こどもセンターというまあ 学童施設ですかねあのこちらにですね、まあ、あのこの当社はですね、この子どもセンターのですね、まあ、ある種こうミッションというか、理念にですね、まあ、大変共感、えー、しておりましてですね、まあ、単純にお金を出すのみならずですね、あのこのセンターが、まあ、直近あの、建物を建て替えたりするときのです、ねえー、こう看板をですね、 えー、作るんですねこのワークショップ、まあ、あの当社はもデベロッパーでございますので、えー、そういったことができる、まあ、設計のスタッフなんかもおりますのでですねそういったものが、えー、参加しましてその建物作りにいいもうご支援させていただいたりとかあのそんなこともあってですね、えー、クリスマス会にお呼ばれしたりとかですね、まあ、大変密接な関係を、あのー、保っております。 あと、まあ、右にあります、あの子どもの本の森、これはあの有名なあの安藤忠夫先生のですねが拠出、まあ、されて作られた、あのこの、まあ、図書館、図書館ですかね、あの私も参りましたが、あのこちらにですねこの子どもセンターの子どもたちをこう、まあ、呼んでですね、 えというような、あのーまあ、イベントというかですね、えー、こういったようなことを、あのー、やることができました。まあ、22名のお子さんに、あのー、いらっしゃっていただいてですね、ちょっと短い時間ではありましたけれども、あのー、もう無尽蔵にある本の前にですね、あのー、すごく喜んでいたのが大変印象的でございます。まあ、我々としてはこういった大阪であるとか、子どもと、まあ、我々も不動産ディベロッパーでございますので、 あのやはり入居者あってのビジネスということで、皆さんが安心して暮らせるような社会を目指して、ですね本業とはまた別のところで、ですねこういった活動もさせていただいているというような状況でございます。これがあの社員のですね仕事のやりがいであるとか、いうことにもつながってまして、理想を言えば、ですね会社としてあげる利益の一定水準を、ですねこういった活動に充てていくということも、今後は検討していきたいと。 うふうに考えておりますであの最後になりますがあの私がですねあの代表取締役に就任してですねまあいわばあの創業以来ですね創業者がずっと社長をやってきて、まあ、初めて社長が交代するというイベントが発生したわけなんですが、まあ、これを機にですね、えーまあ、リテック2.0じゃないですけれども改めて、えー、第2の創業期と こういう認識のもとですね、まああの、創業者の平野とです、ね、相談をいたしまして、改めて企業理念を作り変えようと、もっともっと浸透するです、ね、企業理念を作るということで、あのーまあ、リテックは何のために存在しているのかというミッションで、リテックは未来にどのような景色を作り出したいのかというビジョン、えー、それらを実現するリテック、ないしはそこに 所属する社員が、えー、どのようなことにこだわりたいのかというバリューズこの三つをですね、えー、この数ヶ月にわたって、えー、検討してまいりましたあの企業理念2.0というあの大変ベストセラーでございますがあのここにもある通りですねあの今日日この、えー、企業理念というのはですね、まあ、ややもするとこう マネジメント人がです、ね、勝手に考えて、ボンと下ろすというようなものではなくてです、ね、全社員が参加して作り上げていくということが、まあ、あの最も浸透する企業理念という考えの下です、ね、この写真にもありますとおりです、ねあの、ほぼほぼというか、全社員が参加しまして、こういったミッション、ビジョン、バリューを今、検討しておりまして。 ま、えー、もなく決定いたしましてですね、えー、公表していく予定でございます。ということで、あの若干駆け足でございましたが、あの当社、えー、2024年7月期のです、ね、第2四半期決算説明会を、まあ、終了させていただきます、えー。説明の方はこれで以上でございます。えー、ご参加いただいて本当とありがとうございました。あのご質問等ですかね。えー とでは、これからあの質疑応答させていただければと思っております。えー、ウェビナーからのご質問につきましては、ですね Q&A 欄にあの質問内容をご記入いただければと思います。えー、投稿されたご質問だからあの選択肢であのこちらの方で回答させていただきます。あのお名前はですね、あのご質問が投稿、まあ、あのお名前があの視聴者に公開されることはございませんのでご安心ください。 では質疑応答に移らさせていただきますはい、えー なるほどえっ、ー、と通気計画に対して利益ベースではかなりの進捗率ですが、えー、もともと紙期変調の販売計画だったのかというご質問でございますえっ、ー、と当社のですねあの不動産ソリューション事業はですねあの、まあ、小さい物件をたくさん売るというものではなくて、まあ、比較的、えー、塊をですね、えー、売っていくということございますのであのもちろん 販売計画っていうのはございますが、あのまあ、相手があるお話ですし、我々として当初見込んでた予算にその価格が達するかどうかと、その、えー、交渉のスケジュール移管でですね、あの結構、販売時期はですねあのずれたりもします。えー、ということで、おおむねですね、えー 今年度のです、ね、予算策定時においてはです、ね、今年度売却予定の物件につきましては、おおむね上期下期で,です、ね、半々ぐらいで組んでおったんですけれども、まああの、たまたまですね、上期に非常にかつて割安で仕入れた物件の売却が相次いだ。 こともありましてですね、まあ、売上げの進捗はあの上期、まあ通期でいきますと、その比較してまた44%ぐらいではあるんですが、まあ、利益についてですねたまたま、えー、そういった公衆益案件が上期にあったということで、あ,の、まあ、ある種、計画通りではなくて、ですね、まあ、上振れたのは事実でございますが、あのまあ、お客さんがあっての話でございますので、たまたまそうなったというような状況でございます。 えーっと次のご質問は。えーっと、金利の上昇の影響について、えー、どのように考えていらっしゃいますかということでございますが、あのー、まず、金利の上昇につきましてはですね、あのー、まあ、教科書的に言えばですね、 あの不動産というのは、ですね、まあ、インフレ対応資産ということで、えー、足元の金利上昇は、ですね当然、物価と連動いたしますので、賃料収入にもプラスということで、まあ、インフレが来ようと、ですね、えー、不動産のキャッシュフローであるいわゆる NOI がですね、 えーまあ、上昇するということで、本来はニュートラルな資産であるというような状況でございます。まあ、一方で、あのこの金利の上昇が、ですね、えー、どのような影響、短期的にどのような影響を与えるかというところは、まあ、注視しなきゃいけないところでございまして、あの特に調達、銀行からの調達金利のですね影響というのはあの注視しております。あの足元すすででにですね、えー 細胞、まあ、は上昇しているわけなんですけれども、あの当社はそういった市場連動の借り入れ、ほとんどございませんので、えー、足元の細胞の上昇の影響はほぼございません。まあ、一方で、えー、タンプラベースのですね、えー、いわゆる借り入れもございますので、まあ、この短期プライムレートが、まあ、変動するのかどうかとお。で、変動はしたとしても、ですねこれに伴って、 えーまあ、家賃に代表されるです、ねえー、不動産収入、不動産賃貸収入がです、ね、どう動くのかというところが大事かと思っております。あのー、当社のです、ね、開発物件のリーガランドの家賃の推移を見ておりますとです、ね、やっぱここ2、3年はあのーまあ、物件がこう経年で通常はこうキャッシュフローはまあ徐々に下がっていくんですけれども、この2、3年の状況を踏まえますと、あの家賃が、ね、上がっておりましてですね。 であのいろんなあの仲介会社さんとのお話の中でもです、ね、あの非常にあの家賃はです、ねまあ、上がっていると特にあの当社が開発リーガランドを開発している都内、城南城西地区につきましてもです、ね、あの家賃は上がっているとこれはもうあの物件が非常に少ないということでございましてあの、まあ、金利上昇以上に今は家賃の上昇が見込まれる状況でございますのであの 当社が開発する物件の、まあ、いわゆる現在価値としてのですね、えー、考える上での金利上昇というのは、まあ、その家賃の上昇もありまして、えー、若干安心しているところではございます。はい。その他は、その他、ご質問はいかがでございましょうか。 えとマイナス金利解除が発表されたあ、まあ、足元の、今後の需要動向をどう見ているか、えー、販売に関してはバルク販売なのか、あまあ、その他、改定の動向についてということですね。あのー、現在はです、ねあのー、開示してございますと,、まあ、とある米系のです、ねえー、ファンドさんへのバルク、まとめ売りがです、ね、あの中心でございますが、 あのいつ何時です、ね、あの情勢が変わるかもしれないということを踏まえましてです、ねまあ、それ以前はです、ね、あのいわゆる相続税対策等も含めたです、ね、個人の富裕層にあの物件を売却しておりましたけれども、まあ、そういったこともにらみつつです、ねあの、とにもかくにも1つの回転に頼らないというところで国内富裕層、海外富裕層、国内投資家、海外投資家、 まあ,ありとあらゆるエリアにですね常日頃からアプローチしていて、その中で最も強い海底をとらまえていくということが重要視しておりますので、そういった意味で、とにもかくにも一つに頼らないと、一つのエリアに頼らないということが重要かというふうに思っております。はい。その他、いかがでしょうか。 え建設業界の2024年問題と、どのように見込んでいるかということでございますが、これはあの大変あのシビアな問題でございましてま、ま本来であれば建設業界はですねあのまあホワイト化というか、いい話ではある一方で、ですねあの一義的には工期の長期化によるですね、 建設コストの上昇というのが、やはり、き緊の課題かと思っております。あの足元は若干落ち着いてはありますが、あの2年ぐらい前はですねあの見積もりと実際の価格が1、2割違うとかってことはザラでございましたので、あの今、えー、当社のです、ね、内部の検討におきましては、ですねこういったあのコストの上昇のを見込んだですね、 何、えー、て言うも申し上げましょうか、いわゆるストレスケースというかです、ね、えーまあ、いくつかこうシナリオを走らせてです、ね、えー、こう悪いことが起きたときのシナリオもきちっと算出をして、検討するようにしております。あのーまあ、具体的な数字はあの控えますが、あの建築コストがですね、えー、重症したときのシミュレーションも随時行って、物件の仕入れをあの行っております。 あのまあ、ですから採算性についてはですねあの今のところ大きな影響はないというふうには思っておりますが一方であの手前ども仕入れが好調であるという一方でですねこれらを作ってくれるですね建設会社さんを を捕まえていくと、しっかりと連携していくという、ここが建設会社と皆さん、大変え忙しいという状況で,で、のここのいわゆるゼネコンの確保というのが、ディベロッパーである当社のまあ一つ大きなあの課題というか、今のところ、そのリスクが顕在化していることはございませんが、仕入れが好調に進めば進むほど、そういったことも注視してざるを得ないというような状況でございます。 はい。大体以上ですかねなるほどえー、っと足元物件のお利回りということなんですが あのちょっと具体的なあの数字はですね、まあ、いろんなあの物件がありますので、一概には言えませんが、あの主力であるです、ね、あのリーガランドではですね、大体いい4%程度の利回りで売却をしております。あのまあ、先ほど来申し上げているんですねあのキャップレートはですね、本来であればリスクフリーレートと。 まあ、リスクプレミアムのこう2階建てて構造になってる、えー、これがです、ねえー、リスクフリーレートが、まあ、いわゆる金利上昇におたがってくるときに、このキャップレートがどう影響するかとこういうようなところでございますが、まあ、長期金利は、まあ、ほぼほぼここら辺は織り込んでいるという見方もございますので、今のところ、えー、キャップレートがです,、ね、すぐさま数十ベース上がるという影響は全く見ておりませんけれども、うんまあ、こういった、えー、金利上昇リスクは、 あの常にちょっとこうアンテナを張っていかなきゃいかんというところでございます。まあ、それ以外の物件については、ですねあの、まあ、リガンドは非常にいい高収益いい物件で安定したキャッシュフローを提供する、えー、都内の物件ですので、あのやっぱり4%程度になりますけれども、これが大阪であるとか、えー、また違うアセットタイプですと、あの利回りはもっと高いものになりますので、ですね、えー、そういった影響、金利上昇の影響が相対的には小さくなってくると。 同じ50ベースの上昇でもです、ね、でこれ、比率が変わってくるということで、あのそこら辺はわれわれとしては、まあ、その感濃度も含めてですねあの分析をしておるような状況でございます。はい。えー、ではあの、たくさんのご質問、本当にありがとうございました。あのお伺いできなかったですね、あの投資家あ、アナリストの皆様にはですね、 あの追って、えー、登録時にご案内いただいたメールアドレス宛にですね、えー、当社 IR グループの担当者よりあのご連絡させていただきますので、何卒ご了承ください。あのー、まあ、えー、大変あ,のあっという間の50分でございましたけれども、あの以上で、えー、株式会社リテック2024年7月期、第2四半期の決算説明会を終了させていただきます。あのなお、本日のですね、内容につきましては、後ほど、 当社ウェブページ上にです、ね、配信をさせていただきますあの大変あの不安定な状況ではございますけれども、何卒あの当社へのです、ね、ご支援、賜れ,ればと思いますので、よろしくお願いします。あの本日はご視聴あのいただき誠にありがとうございました。えー、それでは失礼いたします。